田島委員、はいえー、立憲民主党・無所属フォーラムの、えー、田島かなめでございます、えー、私からもまずあの、昨夜起きました、あ山形、あ新潟、山形中心とした大きな地震ございました、えー、被害に遭われた方々へのお見舞いを、これから申し上げたいと思いますし、また政府の万全な対応をよろしくお願い申し上げます。あのー 今日は私はエネルギーに関してお尋ねをしたいというふうに思いますあの。安倍総理が中東に行っているときに、少し中東情勢がですね、ある意味、懸念されてたことが現実のものになって、タンカーが攻撃を受けたと、そのようなニュースが流れていたわけでございますけれども、まずは火力発電。 我が国火力発電やっておるわけでございますが、中東リスクに関してです、ね、お尋ねをさせていただきたいと思います。まず政府参考人にお尋ねしますが、まああの、エネルギーを海外、エネルギー資源を海外に依存する我が国でございますが、我が国の電力供給に必要な、電力供給に必要な火力、化石燃料資源ですね、まあ、具体的には3つだと思いますけれども、発電用,用途の石油、 石炭、天然ガス、それぞれがです、ね、どのぐらい中東に依存しているのか、まあ、そしてその3つをまあ過重平均した発電用の化石燃料全体では、どのぐらい中東に依存しているのか、まずお答えをいただきたいと思います資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。 お答え申し上げます,げます、えー、我が国の2017年度の発電電力量は約8割を化石燃料に依存している状況でございまして、えー、このうち約4割が LNG 火力発電、えー、約3割が石炭火力発電。 1> 約1割が石油火力発電によるものでございます。この状況においては、現時点でも大きく変わらない状況と認識してございます。その上で、今年度計画において、電気事業用に調達している LNG、一番比率が大きいわけですけれども、この約2割が中東地域由来のものになっているところでございます。石油につきましては 電気事業用の石油燃料の中東依存度は約76%と承知してございますけれども、電力会社が直接調達している低イオンローサルファの原因はすべて非中東由来のものと承知してございます。うんうん、また石炭についいててては全て中等以外から調達していると、うん このように承知してございますこうしたことを全体を踏まえまして、我が国の電力供給の、えー、何割が中東地域に依存しているかと申し上げますと、約1割が中東地域の燃料に依存している計算になると、このように認識してございます田島要君、はいあの。ありがとうございます。資料1、ご覧をいただきたいと思うんですが、計算書からもらったこの資料ですね、今あった3つの燃料ですけれども、LNG と、 お石炭と原油でありますが、まあ、それぞれ中東依存はあの書かれております、えー、原油は大変高い、まあ、しかし、えー、それが電気にど、えー、発電にどのぐらい利用されているかということを今、掛け算をしていただきました、まあ、それから原油に関しては、あれですね、電力会社として、まあ、あの原油の成分等も違いますね、c g 油とか、いろんなものの成分によって、まあ、実はあの中東の 原因はあまり発電に向かないという話を昨日伺ったところでございますが、これ、単純に掛け算すると2割ぐらいですが、実際には発電用には中東依存は1割だということが、今おっしゃっていただいたことだと思いますま。私もですねそんなに低いというのは、非常に意外なあの感じがしたわけでございますけれども、そこで,ですね大臣にお尋ねしたいと思います。我が国は電力の安定供給 のまあ、源泉をですね、中東に頼りすぎているというふうにご認識されてますか。世耕経済産業大臣。<laughs> あの日本は電力供給の約8割をですね、化石燃料であるまあ石炭、LNG、そしてまあ石油に依存しているわけであります。で、このうち電力用 LNG のまあ中東依存度は約2割であることなるから、まあ先ほどお答えしたように電力供給全体のえ中東依存度は約1割ということになるわけであります。え日本の電力用途以外も含めた原油輸入全体の中東依存度はまあ約9割であるということと比べれば、まあ電力供給という。 いいとととそれれ比較すすば中東依存度はは相対的にに低いということになるわけでありますで加えて、電力用の LNG についてもです、ね、これは東日本大震災前の2009年時点のデータでは、中東依存度が約3割であったわけでありますけれども、それと比べても、ね、LNG が今、2割になっているわけですから、まあ、中東依存度を低下させる傾向にあるんだろうというふうに思っています。田島かなめ君 頼りすすぎていいいるかかかどどうかというどういうと認識ですか長経済産業大臣、まあ、なかなか頼りすぎているかどうかというのは、うんえー、コメントしづらいんですが、たとえ1割であってもです、ね、それは途絶すればです、ねあの、やはり何らかの影響、まあ、もちろん備蓄その他によって、えー、カバーができるとは言っても、まあ、電力に何らかの影響は出てくるんだろうというふうに思っております田島要君。おっしゃるとおりだと思います。あのー 5月15日にです、ね、大臣、こういう答弁されているんですね、これは足立委員とのやり取りの中でありましたけれども原発にあ、えー、今、日本の電力供給は結果として化石燃料に8割以上も依存する構造となっておると、まあ、これはそのとおりですね、ありまして、しかもその大部分が今、いろいろな問題が起こっている地域を経由しているという点でありますと、まあ、こういう指摘があございました。ここれ文脈からこれホルムズ海峡のことを、まあ そうしか読めないですよ、これ、<laughs> どう読んでもあの、ホルムズ海峡の話に対しての答弁ですからね、これは今、お手元にあるのかもしれませんが、まあ、これ、議事録を配布しようとしたらです、ね、まだ未抵抗しかないということで、最終確定していないのは、多分この部分をあの修正するご意図が多分あるんだろうなと、もう事務方にはもう言いましたんでね、私、先週、これ、明らかに認識間違い、今おっしゃってたご答弁と、ここに書いてあること、全然違いますね。 ここでおっしゃっていることは、8割は化石燃料に依存し、その大部分が今、いろいろと問題が起こっている地域を経由しているという、これが5月15日の認識なわけでありますから、ちょっと大臣、改めてね、このときは何らか間が差したのか、勘違いがあったのか、よくわかりませんけれども、これは全くの誤認だったということで、よろしいございますか。世耕経済産業大臣誤認とは思っておりません。あの答弁の趣旨はですね、 エネルギー供給を海外に依存するということは、さまざまな地政学的なリスクや不測の事態を考慮せざるを得ないわけでありまして、自国内でコントロールできる国産エネルギーとは異なるという趣旨で申し上げました。もう具体的にちょっと私、ここでいろいろな問題を列挙するところは、ちょっといろいろ問題、逆にいろんな問題になる可能性がありますので、言いませんが、ホルムズ海峡や中東以外にでもですね、 えー、あるいは、えー、産地という考え方においても、輸送ルートにおいてもです、ね、あのいろんな問題、今、起こっている、不安定な状況になっている場所も、えー、あるわけでありますし、えー、今後も起こりうる状態にあるわけであります田島か、まあのみ君。これはですね、今日議事録配れないので、誠に残念なんですけど、これ、文脈読めば明らかですよ、だからこれ、8割以上があ化石燃料で、しかもその 大部分ですからねその大部分ですから、これ、電気の発電の話してるに決まってるんですよ、その大部分が今、いろいろと問題が起こっている地域を経由しているということだから、素直に勘違いを認められた方が僕はいいと思うんですね、ただ私はですね、ちょっとこれ、一番の根っこの部分ですから、今ご指摘があったように、わずか1割、わずかという言い方が正しくないかもしれませんが、1割が中東に依存をしているということは、もう一度改めてしっかり抑えたいというふうに思います。 そこで,です、ね、次の資料をご覧をいただきたいというふうに思うんですが、これ、資料の2ですけどね、これは非常に興味深いですね、今申し上げた5月の大臣の認識とです、ね、あのぴったり合っている認識で、ホームページに上げておられるのが、電磁連・電気事業連合会。 なんですね、電磁連の真ん中から下のところですが、私たちは電力の安定供給の源泉を中東に頼りすぎているのですというふうに書いてです、ね、この原油と天然ガスに関して、まあ、こういう表記がなされているわけであります。まあ、これですね、私、あのこれ、不思議だというふうに思いません、大臣これ、これご覧になられて、なんとなく不思議だと思いませんか大臣いか大いがですか。 これ、タイトルはエネルギーの中東依存度と書いてますから、おそらくファクトに基づいたデータなんだろうと思いますまあこれ、非常にうまくできているような感じもするんですが、しかしこの下の部分は、電力の安定供給の源泉を中東に頼りすぎているということなんですね、だから中東に一切頼っていない石炭に関しては、円グラフもないんですよ、次のページももちろんないんですけれども。 まあだからこれ普通の人がパッと見ると、ですねやっぱりこれ、こういう状況にある日本の脆弱な電力の供給だから、原発ももっと動かさなきゃいけないとか、そういうような考えにもつながっていくのかなというような感じがするんですね、これやはり先ほどの5月の大臣のまあお考えでおっしゃってた、まさにえ大部分が今、いろいろと問題が起こっている地域を経由しているという発想と、これ、同じなんですよ同じなんですよ。 まあだから、仲良く同じようなあの勘違いの中で,で、あるいはこういうふうに国民に思ってほしいっていうような意識が、私はあるような気がしてならないですね。まあ、そこで,で、私の次の質問、大臣にお尋ねしますけれども、中東依存は電力という安定教育が非常に求められるこの電力に関して1割、今あるということであります。まあ、それがえ頼りすぎているかどうかの評価は主観が入るとは思うんですが、 私もですね、当然、さらなるリスクを低減させる必要性は、1割であってもあるんであろうというふうに考えています。それから言うまでもなく、石油火力というのは極めて電気代が高い、ということは大臣もよくご存じなとおりでありますけれども、私はですね、そうした中において、短期的に大臣に考えていただきたいことは、これ、資料の3をご覧いただきたいと思います。 何年か前に一度だけ取り上げたことがございますけれども、まあ、石炭火力とかね、LNG 火力が主力の中で、石油火力というのは、歴史的にだんだん役割は小さくなってきておるのは事実でありますが、大臣、こういう比較グラフをご覧になったことはあるかもしれませんが、日本はあのそのこのグラフでは8%が石油火力依存ですね、で世界の平均が3.7%です、一番上ですね。 そして、あの昨のうかなんかにいただいたこのエネルギー白書の中でも、主要国と書いてあるのが丸をつけたところですが、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、えー、ほとんど、まあ、依存度はゼロに近いような数字なわけでございますが、我が国だけは8%もいまだに石油火力に依存している、3.11の後は2桁になりました、まあ、あれは非常時で仕方がない面があったのかもしれませんが、今なお8%。 だということで、ございますが、まあ、これ、電気代が上がっている、フィットによって大変だ、まあ、そういうふうにいろいろ騒いでいるわけでありますから、少しでも中東依存を今よりもさらに下げて、そしてなおかつ、国民の電気代負担を下げるという目的に合致してです、ね、この私から言わせれば、世界の中で異常なこと、異常値であるところの日本の8%も、今なお石油火力を使って国民に電気を供給しているというありようをですね、 私は短期的にも変えていくべきだと思います大臣そこをどのようにお考えですか世耕経済産業大臣 こういう資料3のようなグラフを見せていただくと、いつもまず真っ先に感じるのは、ドイツって石炭の比率が高いなというところなんですが、それはさておきまして、我が国の電力発電量に示すこの石油火力発電の割合は、2017年度約1割となっています、このグラフにあるように、もうアメリカが1%を切っている、ヨーロッパも平均すると、大体2016年ベースで3%ということでありますから、国際的に見て高い水準になっているわけであります。 の発電設備を活用するかについては、一義的には電力事業者の判断ということになるわけでありますが、この一番の原因は、やはり LNG 火力発電を持っていなかった電力事業者が、どうしてもですね、焼却済みの火力発電にまあ頼りがちだと、活用しがちだというところがあの一つの要因ではないかというふうに思ってますが、一方で、例えば昨年から今年にかけて、LNG 火力発電所は今まで全然持ってなくて、石油への依存度が25%ぐらいだった、え、ー 北海道電力および北陸電力がそれぞれ新たに LNG 火力発電所の運転を開始するなどの動きも出てきているわけであります。で政府としてはです、ね、CO2 削減などの観点から、2030年のエネルギーミックスでは、石油火力の割合を3%程度まで減少させることを方針としております。 この方針に沿って、エネルギー供給構造高度化法によって、2030年度に非化石電源比率44%の達成を事業者に課すことなどによって、石油火力発電から相対的に燃料価格が安い他の電源への代替を促してまいりたいと考えています田島要君。2030年、30年でそうやって下げていくのはね、あの私の思いと同じでありますけれども、現時点でこんなに高いっていうのはです、ね、私はちょっと問題だと思いますよ。 これは電気代の押し上げ要因にもなりますし、それから CO2、温室効果ガスもです、ね、石炭について高いのが石油だということは、もう大臣もよくご存じのとおりだと思いますね、ここはやはりあのもう少しです、ね、踏み込んで、やはりこの抑制をしていく、石油火力の抑制、そして基本的には火力であれば LNG しか ないわけであります大きな方向性としては、そちらにシフトしていくようにです、ね、まあ、業界に働きかけていただきたいというふうに思いますけれども、短期的なアクションとしてです、ね、2030年に3%だと、まあ、そうすると今の世界と大体同じぐらいになるわけですが、そういう悠長なことを言うんじゃなくて、まあ、もう少しです、ね、あのエネルギーの,その適正化ということで、石油火力の削減というのをやはりやらなければいけないと。 石炭と同等にです、ね、石油もやらなければいけないということを考えておりますけれども、大臣、改めてそこの部分は。 短期的なアプローチでお願いしたいと思います。世耕経済産業大臣。あの私もですね、できる限りこれはもう LNG 地球環境のことを考えても、あるいはコストのことを考えても、あの長期的あの短期的にも引き下げていくべきだと思います。先ほど申し上げました、えー、北海道北陸はですね、それぞれ LNG が新たに稼働したことで、2018年北海道は石油依存度が14.6%でしたが、2019年11.6%まで下がりました。北陸エリアではですね、2018年8.1%でしたが、えー、ほぼ 半減2019年は4.4%に下がっていますあの。こういった傾向はしっかり後押しをしていきたいと思います田島かなみ君、はいえー。それではあのもう一つのテーマに入りたいと思います。自治体による公営電気事業についてです。まあ、これあの、少しマイナーな話なのかどうかよくわかりませんが、まあ、あの資料の4ござん、ご覧ください。我が国はです、ねえー、都道府県が中心ですけれども、 かなりの量の発電事業をやっているというのは、まあ、委員の先生方はよくご存じなのかもしれませんが、まあ、このグラフを、表を見ていただくとです、ね、右下が集計でありますが、だいたい250万キロワット、まあ、原発2、3基分という言い方をよくされますけれども、えー、いうことであります。そのうち河線を引いた4県東、東京都、新潟、三重、熊本、この4つがです、ね、競争入札をしていると。 競争入札の比率は、右下の括弧のところで見ていただくと、18万キロワット、250万キロワットの中の約18万キロワットですから、だいたい7.3%ということでございます。そこでまず最初に政府参考人に伺いますが、東京都はですね、記憶にもありますけれども、猪瀬知事のときにだいぶやり,やり合いましたね、東京,東京電力と。まあ、そして契約を解除して、競争入札に向けたということで、まあ、一番最初は東京都なわけですが、 まず政府参考人、今日、東京都以外に一般競争入札による新電力との売買契約を結んでいる3つの自治体、ここに書いてありますね、河川の3つの自治体の中で、東京都と同様に電力自由化前に結ばれた相対契約を途中解除して、入札を行った例があるのかどうかご答弁ください経済産業省、岸電力ガス取引監視等委員会事務局長。お答えいたします。 電力・ガス取引監視等委員会の方で、うんえー、卸電力取引の活性化に向け,向けた地方公共団体の売買契約の解消協議に関するガイドラインを踏まえた、定期的に関係者からの聞き取り、実態把握を行っておりますが、うん、現時点で一般競争入札を経た売電契約が行われている自治体は、あのご指摘のとおり、東京都以外に新潟、三重、熊本の3県でございますが、 この中で熊本県は入札の結果、九州電力が落札をしてございますので、うん、これを除く東京都と新潟、三重において新電力が落札をし、売買契約を結んでおりますが、えー、この中で、えー、新潟と三重県は、契約期間が切れた更新時に入札に移行したものでありますので、えー、よって東京都以外に途中解約をした例は今のところないと承知しております、はい、田島み君。はい まあそういういいことでございます。競争入札は4件、まあ、その比率もわずか7%強で、非常に少ないというふうに私は思うわけでありますが、東京都のようにです、ねまあ、速やかにそうした随意契約、本来、地方自治法上はです、ね、今はそれは認められない原則でありますけれども、それを解除して、一般競争入札として、いわゆる市場の玉出しを行ったところはないわけであります。次の最後の資料をご覧ください、資料の5でございます。 最後,最後からお前一つですね、はい、資料をご覧ください既存の受給基本契約の満期時期でございますけれども、まあ、今のお話で,です、ね、東京都以外の3つの自治体も、満期が来たから、次はあ競争入札に切り替えたということでございますが。 今後どういうふうになってくるかというと、前のページのいろんな都道府県で持っている水力発電中心とした電気の発電の供給が、供給契約がいつ切れるかというグラフが、このグラフでありますが、これを見ておりますと、来年2020年、2020年にかなりなボリュームが契約満期を迎えるわけでありますが、さらに大きな部分が、2024年から2026年、まだだいぶ先であります。 まあそういう状況に置かれているということであります。まあ、そこでですね、私は問題意識としては、これは世耕大臣も、あるいはその前の大臣、茂木大臣の時代からですね、電力自由化をずっと3つの法律を通して3段階でやってきましたが、まあ、しかし自由化がなかなか進んでいないんじゃないか、まあ、特にこの自治体が持っている発電はですね、 新電力から見ると、非常に魅力的な電源であるということは、まあ、私も確認をさせていただきましたが、今でも今日でも全く変わっていないわけでございまして、まあ、そういう状況にあるにもかかわらず、まあ、かつて一緒の政党でおりました馬淵委員がです、ね、平成25年の6月5日に、この問題を茂木大臣とだいぶ確認をいたしまして、そして質疑をして、まあ、そして非常に重要だから、 これを前に進めていくという話し合いがいろいろ行われたにもかかわらずです、ね、現時点まで非常にお寒い状況にある。具体的には、途中契約を、契約を途中解除して、競争入札に持ち込んだものは、東京都以外には実は一つも、6年たった今も何もないんだということであります。まあ、そこで政府参考人にお尋ねしますが、東京都は東京電力との契約を解除するに際していくら、いわゆるいくらの違約金を支払ったのか。 また市場に電力を供給することで、従来の東京電力への随意契約と比較して、売電収入が年間いくら増えたのかをご答弁ください市電力ガス取締東京都からの聞き取りによれば、1つ目の東京電力との既存契約を解除するために、東京都が支払った解決金でございますが、13.8億円と承知してございます。2つ目の売買収入額についてでございますが、 東京電力と契約していた平成24年当時は年間9.8億円でございましたが、まあ、年により変動するわけでございますけれども、最新の公表数値である平成29年度におきましては、年間14.5億円となってございまして、まあ、売電収入はあくまでも入札の結果次第ではございますが、年間4.7億円増加したと承知してございます田島かなり君まあ要はですね まあいろいろ訴訟もあって大変だったと思うんですけれども、東京電力との契約を打ち切って、東京都は毎年の9.8億が14.5億円、かなりな増収になった、それだけ都民に対してですねお返しができる状況にまあなったわけでありますので、それはまあ違約金なんとかという違う名前ですけれども、13.8億円を支払ってもですね十分元が取れるものでありますし、そしてそうした決断をすることがですね、 電力自由化に資する、そしてまあ経産省が主眼としている自由化の推進と、新電力を応援していくということでもで、大変大事な球だったということが確認できたわけでありますが、大臣、これ、なぜですね東京都以外に後が続かないんですか、これ、ガイドラインも経済産業省、しっかり出していただいているというふうに聞いておりますけれども、何の実績もない、その後。 私はこの状況っいうのは是正されるべきだというふうに考えておりますけれどもいかがですか？世耕経済産業大臣あのご指摘のようにですね、えー、2015年にまガイドラインを示すなど、まあ我々としても後押しする取り組みをやってきてるわけですが、まあ、あまり進んでいないわけであります。あのこれも実態だろうと思います。あの、今後月内にですね。えー、電力ガス取引取引監視等委員会がの審議会が。 開催されますので、まあ、その中で電力市場ののモニタリング報告が行われますその中において、まあ、公営電源の契約解消に関する問題提起をしっかり行ってです、ね、そしてあの実態調査を開始したいというふうに思いますで、またその調査結果を公表することなどによってです、ね、自治体のまあ意,識、まあ、意識改革とあんまり私が言っちゃいけないんですが、自治体の取り組みを後押しする、あの国民からもしっかり見えるようにしていきたいというふうに思います。 以上田君ありがとうございますあの昨日までの事務方の答弁にはない部分も入ってましたんで、評価はしたいと思うんですが、まあ、いずれにしても、ですねこれあの、じゃあ、新電力のシェアをどのぐらい上げるのかっていう質問をしましたところね、まあ、ざっくり1%っていうぐらいでいいんですかね、まああんま、そこはあまりはっきりは言えないのかもしれませんが、今15、15%ぐらいです、新電力のシェアがね、全面自由化されて、まあ、それに対して当然押し上げ効果があるわけでありますが、しかし、その量以上にですね、 私がヒアリングしたところによると、この水力発電から出てくる弾っていうのはですね、非常に魅力的だ、新電力にとって。なぜならばということで、いろいろ聞いて、えー、まいったんです、まああの。ベースロード市場っていうのが7月から始まるということでありますけれども、まあ、それでもですね、まあ、おそらく火力が中心なのではないか。そしてまた、まあ、指摘があったのは、高度化法というものに基づいてですね、まあ、2030年までに再エネ比率を44%まで上げなきゃいけないという、 制約が新電力もあるんですね、まあ、そういう意味では、この水力発電から入ってくる球というのは、どうしたって買いたいわけですから、まあ、これは大臣、今おっしゃったとおり、入札ですから、それがあの自治体にとってプラスになるのか、マイナスになるのかは、これやってみなきゃ分かんないのは事実ですよ、まあ、しかし、東京都がこういう一つのモデルを作ったわけでありますので、道はすでに作られているわけであります。 ぜひ大臣、改めてですねやっていただくのは大いに結構なんで、すべての自治体、知れてますよ、数が数十ですから、すべての自治体、そして相対契約の相手は充電力に決まっているわけですから、その間の契約一つ一つに関して、東京都のように残りの残存期間を早期に解除して、そして弾を市場に出す方が、市民のため、県民のためになる、あるいは電力市場の自由化に資するというふうに判断、結論づけるのか、 あるいは途中解除してまでやるのは、それはメリットがないというふうな結論づけるのか、白か黒かをですべての既存のこの契約に関してはっきりとさせて、それを大臣からご報告をいただきたいということで、よろしいございますか委員長世耕経済産業大臣まああのこれ、地方自治にも関するところでありますから、なかなか強制というわけにはいかないんですけれども、先ほど申し上げたように、この監視等委員会の審議会で,で、しっかりこの、 契約解消に関する問題提起を行って、実態調査をちゃんと実施をして、その結果公表したい、あの委員にもちゃんとご報告したいと思います、はいありがとうございます。田君はい、じゃあ、またフォローアップをさせていただきたいというふうに思います。まあ、最後に資料6をつけてありますので,です、ね、これはあのこの白書から引かせていただきました。大臣ね、あのおとといかなんかに国連から新しいレポートが出まして、日本というのは世界一のスピードで人口が減っていく。 改めて確認されて、しかもそれが加速をしているということであります。2100年には7000万人台の国になるという報告でありましたから、今のドイツよりも小さい国になると、そしてその結果としてです、ね、もう一個残念なショッキングなのはです、ね、世界一、働く世代の負担の大きい国になっていくということですね。要するに、65歳以上と以下の人口比が1対1の国になっていくということで、まあ、本当に憂鬱になるような、そうした世界一が2つ。 並んだわけでありますが、そういう意味でも、先ほど山崎議員もおっしゃってたとおりです、ね、日本が急いで自然エネルギー社会をつくっていくということが、ですねその一つの大きな切り札だと思っています、だから世耕さんは、まあ、私とは同じ文化を共有した世界から議員になっているわけですが、残念ながら、今、相当文化の違うところにいるということで,で、すね残念ながら原発、原発なんて言ってるうちに、日本は本当に世界から落ちこぼれますよ、これ。 本当に強い危機感を持っていただきたいと、ただその世界にどっぷり使っているから、なかなか目が覚めないというふうに、残念ながら思うんですが、白書もですね、これ、結構世界から笑われてるんじゃないでしょうか。特にこの、あ,ある、私は専門家の方にも聞きましたけど、びっくりされてますね。この一つ、参考でつけたこのグラフ、再エネの導入に関わる状況、日本は世界で第7位だと8位だとか書いてますが、国土面積が、分母で割っている、機械的に国土面積で割ると、日本は世界で8番目だなんて言ってですね、 よくこういうです、ね、検討違いなグラフを平気で出してくるなと、そこまで劣化したかと私は思いますよ、コラムですからこれ、コラムですから、若干冗談が入っててもいいとでも思っているのかどうも分かりませんけれども、白、ま、書、あの中でコラムっていうのはどういう位置づけか分かりませんけどね、よくこういうです、ね、根拠のない割り算をして、まあ、これで一般国民の目をごまかせるとでも思,い思うのか。 また別の専門家からこういうメールもいただきました。どちらにしても一貫して方向性は、日本は条件が厳しい、でも頑張っている、その結果、再エネの省エネもエネルギー安全保障でも見事に順調だ、この国のここ、あの国のあそこと比べて、まあ、いくつもスタンダードを用いて、日本すごいというトーンがこの白書に感じられます。なんだかそれがいじまし,いじましくも感じますと、まあ、私も共有しますよ。まあ、それで、で2012年以上のエネルギー白書では、 そういった強い作文者のトーンは影を潜めていたけれども、それが事故から8年経過して、担当官僚が3、4回入れ替わって、完全復活したなそういう印象を持ちました、まあ、そういうこととです、ね、東京電力の原発事故に関しても、反省というトーンが切れている、まあ、そういう指摘も外部からも、専門家からもいただいております。まあ、大臣、最後ですね、まあ、1個、例でありますが、これ、パッと見てどうですか、私が申し上げたような、私は意外というか、なんでこういうグラフを誇、ね、らしげに出しているのか。 というのは本当に疑問です、まあ、これ、大事な白書でありますから、客観性が大事でありますし、まあ、これがエネルギー忖度白書にならないようにです、ね、しっかりとあの取り組んでいかなきゃいけないと思いますが、大臣、最後にこのグラフに関してのコメントをいただきたいと思います世耕経済産業大臣あのこれ、普通に考えればです、ね、再エネを導入していくためには、やっぱりそれなりの場所がいるわけですね。 そういう意味で、日本はいろんな意味で制約があるんだけど、それをまあ乗り越えて頑張ってるというわけであります。そういう意味で、白書というのは、あくまでもファクトに基づいてえ取りまとめるものだと思ってますが、エネルギー情勢についてさまざまな角度から比較分析を行っているところであります。あの太陽光や風力といった再エネは、国土条件に大きく左右される性質がえあることもありますので、その見方の一つとして、国土面積あたりのえ導入量をまあ紹介したえものであります。 でえー、なおその後にはです、ね、当然、えー、人口、すなわち需要密度と再エネの関係も、まあ、紹介するなどのです、ね、あのバランスの取れた内容になっているというふうに思っております矢島み君。 はい、まあ、あの理屈はいろいろでもつけられますけれどもね、あのソーラーシェアリングみたいにね、耕作放棄地、下で農業をしながら上でやるということであれば、新たなそのお未利用の土地を使うということもです、ね、必要ないわけでありますね、まあ、だからこうやって機械的な計算でいかにも日本が頑張っているというようなです、ね、データは、逆に今の日本のありようを見誤るのではないかというふうに申し上げまして、私からの質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました え次に落ち合い。